なんで使うかというと、この形の特性を生かす練習ですね。はい、平べったい面があって、でこれ実は先っちょは刃物と同じになってるんですね。ですからジャングルとかでやぶこぎをしたり、枝を払ったり、それから巻き割りをしたり、ここ切れるようになってます。はい、で鉄板ですよね。スチールの板がついていて。棒がついて、棍棒がついていて、ここが角になってフックになっている。これらの特性を生かして、まあ、身を守る練習をするんですけども、それを素手に生かす。やっぱり手って使い道が大体、まあ皆さん生きて20年生きてきて30年生きて40年生きていた中で、手はこういう役割だなっていうものが大体もう皆さん分かってると思うんですけど、道具を一回使ってみて、その道具のモノマネを手ですると、また、面白い機能が手にあるんだなっていうふうに学ぶことができます。ナイフで刺しに来る相手に対して何でもいいんです。こうこうおーこうおー、少し離れたところから当たりやすいか。こう、こう、こう。でこれ本当は切れてるんですよね。でこっち。でこれをこう。まあ本当は倒れるわけです。うん、多分倒れやすい。渡辺さんの方がいいです。先生倒しにくいじゃん。せっかく逃げられたと。いや受け身のプロは、ね。受け身ができないよ。なんか単純にここで引っ掛けちゃうんですね。おお。で、鼠径部。すごい。で、耐えるよりは転がった方が安全です。で、こう来て、うん、こう。おお。で、ここは。倒す。倒す。で、刺せん。うわ。これ怖いですね。ちょっと、壁から離れてもらって。ごめんなさい。はい。で、狙ってきてください。こっち。あっ。これもう離せてるはずですね。これ切っちゃったんで、はいはい、まあ、危ないんでカバーつけてますけど、スコップはこんな使い方があるんです、はい、知らなかったです。だからもうホームセンターに行くと武器庫ですよね。凶器ですね。凶器ですね。だからこそ安全に練習しなきゃいけないんです。カバーなかったらやばい。カバーなかったら雑誌が来るんで、ね、これは石森先生にやっぱり経験してもらって、早くしてください先生はやるんですよ。もうそれだからもうたくさんめちゃめちゃ先生にやらせようと、なんとしても倒れてほしい。じゃあゆっくりやる、ゆっくりやると通り過ぎて、ここ引っ掛けたまま、で今度こっちで、おああ、あと別の攻撃してくれると別に、そうですね。まずここ切れちゃいます。切れちゃいますね。で、慣性の法則でこっちに通り過ぎて、今度こっちに。でここ通せば。まあいくらでもあるわけですけども、こう。まあ何もしてこなければもうこうですよね。あ、今なんでじゃあ。なんでもその追いかけてくるとまた変わってきますよね、形が。これ今ここがかかってるわけで。おお。で、この持ち方も変えることで、こうすると斧のように使える。うん、こうするとこっちの棒のところを引っ掛けることができる。なんかそのよくあるような、まあ、胸ぐらつかまれた時とかにこういう、おお、う
日本の柔術とかにもありますよね。鉄線使ってます、ね。あ、鉄線。肩口とか詰まるときに、こういう。こういう。うん、で、ここ歯がついてるんで、こういうような。で、あ、それで何の話かですよね。で、今の学んだ、平べったい面と、歯の部分と、角、フックになってるところと、棒になってるところを、素手で、モノマネするんです。こういう。おぉ。うん。まあ、いろんな向きからやっていただいて大丈夫ですよ。スタートに戻らないで。ああ。これ本当はもう刺さってる。うん、こう疲れたな、こういうふうに、これすごいですね。今ここでゆっくりやってもらっていいですか。ゆっくりやるとこう当てて、ここで切れてないわけですね。切れてないわけですね。これは、うん、軽くこう小手返しで、ここでもかかってるんですけど、こうなってます。こうすると、あ、先生踏むわけにいかない。いや、別に大丈夫です。別に大丈夫です。オッケーです。オッケーです。オッケーです。ここで踏んでもらえると自分が踏む番が来る。あ、もう一人いますけど、どうですか。あ、なんかゆっくりやってみますか。あ、はい。なんか先週も来られてたみたいな。ありがとうございます。また来てください。どうぞ、再現してみて。はい。普通のない。はい。これ本当はもうトレスの方なんですけれども、はい、まあ握ってたら握ってたらのやり方はあります。近くからやってみましょうか。さっき、この間体験していただいたゆっくり押す練習のように、近くからやるとこういう感じがよくわかると思います。で、これこっちで押しちゃう、力が足りなくても、だからこのフックと棒のところがもうこういう関係ですよね。腕を、自分の腕を棒に使って、引っ掛けるところ、引っ掛けるところを引っ掛けて、で、まあ、刃物ではないですけど、平らなところを使ってプッシュする。こう、こう。で、倒れるときに相手が膝に挟む。本物だったら手を離さないと、かかとじゃなくて膝の裏が切れちゃうんですね。そうですね。こう、こう、こう。で、相手が反撃する前に肘を折るとか、首を踏むとか。やっぱナイフを取れなかったときは、次に反撃されるのを警戒しなきゃいけないので、全部をリアルに見るのは難しいですね。そうですね。今、離して正解だと思うので。離さないと今、膝の裏と脇腹が切れてて。ここに持ってるといついちゃう。これを使わなきゃっていい。ああ、素晴らしいですね。それはナイフを持ってない側の唯一の利点です。どうしてもナイフを持ってたらナイフを使わないといけないというふうに相手は思うので、それだけが唯一の利点ですね。当然実際に考えてみたら素手でナイフに向かうなんてありえないことなんですけども。ただ練習の時にはそれを使います。例えば座って、それ膝立ちですね、はい、膝立ちで足切ると簡単なので、僕の胴体狙っていただけますか。はい、その状態でなるべくナイフが胴体に触れないように工夫する練習があるんですけども、その時にやっぱり攻撃者側がナイフで集中してくれてるから他のことが効くんです。これナイフじゃなければ自由にできれば自由に入ってこれますよね。だからナイフを持っていただいて、言ってみればテンションですね。相手のテンションがナイフに集中してくれてるからこういう風にできると。よいしょ。
足が踏ん張れなくなってるんで、こっちで。だから、体重を、押し返せないときは、体の仕組みを使う。93キロを押し返すのは辛いんで、体の仕組みを使うと、相手がどうやってくれるわけですよね、これ。こういうふうに、こういうふうに。この仕組みを使ってると、相手が、いいところに来てくれる。で、だんだんこのナイフなしでも同じ仕組み、ここ攻撃しようとしたこれに意識が集中してるんで、で自分で回ってもらう、自分で回ってもらうわけですね。93キロをおっこいしょってやるんじゃなくて、あ、大丈夫ですよ、いろんな方向から倒れた方向からまた始めると、ここからもうこれ崩れてくれてますんで、そんな感じですかね。よいしょ、ありがとうございます。この辺の自由な発想がいいですよね。まあそうですね、発想というかやっぱり相手とつながり合っていること、コネクトしていることで教えてくれるっていうんですか、発想すると、なんていうのかな、独り上がりになってしまうので、うん、例えば、先生隣に座っていただいて、なんかリラックスして座って、でなんかこう肩組んだり、こうなんヘッドロックみたいな、こう、で、これを耐えようというとこんな感じなんですけど、うん、はい、こう回ると、腕が、肩がこうなりますよね。そうですね。それを利用する。うん、もうだから、そう動こうって考えないで、相手がそうなってるので、そこにこう、沿っていく。うん、ちょっと膝立ちか、片膝立ちで、まあ楽な体勢でいいんですけど、同じことやります。こう、うん、この時点でもう、そうですね、こうなってるので。うん、で最初はもうそういう組み合った状態になります。でだんだんと距離を離していくんですね。先生は同じことやってください。でその首に回される前にアプローチします。でだんだんこの距離が離れていくと、やってることは同じなんですけど、うん、見えてくる、同じ角度だとスタートラインとかないんでね、戻らなくて大丈夫。ここからこう首に取りに行こうって思った意思がもうここでコネクトを作ってくれてるんで、うん、でまあ、何もしなければ何も出ないし、ここからさらにしようと思えば、今指一本で動きました。つまり交通整理ができてるってことですね、うん、指一本分の力でつながってるってことです。つながらないと指一本じゃ動かすことはできないです。こうするこれは動かないですね、うん、どうやって体勢変えても動かないです。これ、先生、これ続けてください。これをつなげて、この状態になると指一本で動きます、うん。これ伝わるんですかね。これが難しいですよね。多分伝わらない。そこをなんとかしてください。先週はその撮った渡辺君の動画で、はい、その方向に流されるっていうか、いなされる感じですよね、やっぱり。でも、渡辺さんもすごくこう、繊細なセンサーを持ってらっしゃるんで、僕が続けていくとこうなるんですよっていう説明しようと思ったんですけど、後で。もう、ご自身のセンサーがそう動いてくださったんで、非常にやりやすかったですね。あそこからまた練習が始まります。次の段階の練習が。これはあれですよね、うちのレッスン来る人もそうなんですけど、今、例えば、まあ、こう行きましたよね。ここで、こう、やめちゃう人って、関係性終わっちゃいますよね。そうですね。やめちゃう人にはですね、練習を続けたいんであれば、
そこに入れ直すっていう技術があります、うん、ただもし相手がもう疲れちゃったとか、うん、また投げられるの嫌だなっていう気持ちなんであればその練習はそれで終わってもいいと思います、はい、つまり攻撃をやめれば何も起こらないわけですから、うん、いいわけですよね。それただ技の練習としてはそれじゃ困るんで、ちょっと渡辺さん来てください。例えば今みたいな練習と 2,3 回同じことやりましょう、はい、組に来たり関節ひねろうとしたり組に来て、はい、でもっとひねろうとしたり、これをこう返すとそうですね。でちょっと 2,3 回やりましょうか。手をひねったり、あ、戻らなくて、その投げられたとこからまた手に立つ、これをこうでそこからまた来て、おお、こんな風に。でそれを途中でやめたとしましょう。首を取りに来たのに、なんか、あ、なんか僕がなんかやろうとしたからやめたっつってふっと、あ、それやめすぎ、やめすぎ、もうちょっとやめる。そうそうそう、その時にもう一回渡辺さんに思い出してってやると、おお、はい、ちょっとすいません、こっちからしましょう、はい、はい、これで、あ、なんかやられると思って、もうやめましょう、はい、やめました。それに、わざと僕から渡辺さんに、ふっと入れてあげると、うん、ああ、緊張した、体固まってコロンってなったら分かりますか、こういう倒し方とか。そんなこともやっちゃっていいですか。じゃあ、ってなるんですか。こうですよね。これで、あ、倒せると思ってやめるじゃない、うん、そう、やめると、そのシステムはかかりにくくなるんですね。なので、こう。今入ったの分かりますか、テンション。分かります。軽く高いテンション入れてあげたい。分かった、分かった、倒れる。固まるんですかね。簡単に言うと固まるんです。つまり、さっきこう、押すのやってたじゃないですか。はい。で、両手で。そう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 。で、別のところ。これ、抜けていけば何も起こらないってことですよね。で、それでいいってことですよね。うんうんうん、だけど、技の練習してるときに、抜け続けちゃうと何も起こらなくて、うん、何の練習にもならないと。そういう時に例えば何か技が出てきた時に、はい、ひねります。でこれをその力の流れでこう返す技の練習だったりするじゃないですか。これは今普通に受けてくれました、うん、それを技にかかるのが嫌だから、またはもうどうせ技にかかるんでしょって感じで僕に対してアプローチすることやめちゃった、うん、そうすると、あとはテコの原理とか普通のフィジカルでかけるしかなくなっちゃうんで、そのテンションのワークにならないんですよね。ウェイトとテンションのトランスファーによる、テイクダウンっていう練習にならないので、ここで例えば今左足から渡辺さんにこうやってテンション入れてあげるんです。と今ここにグッとまた力かかってきたんですよ。で、これをこう利用したんで。そうするとこれ今かかってるんで、これもうちょっと実は関節技かかるんです。あ、やめた。それです。こうやって入れると、こう下にかけたら。